おざす。これまた別日なんで。別日ですね。はい。同じ感じです。完全に別日です、ね。完全に違う場所。ということで今までビジュアル系バンドマンの何々系とかっていろいろ撮ってきたと思うんですけど、うんうん、まあ盲点ですよね、もはや。好きなリリック。あ、リリック？はい。リリックやろ。結構もうヒップホップとかばかだけど最近。はい、ふと思ったんですよね、うん、僕もやっぱマディス・グレイルさんの歌詞にはやっぱだいぶ救われた部分があったんで、はいはいはい、そういう一フレーズみたいなのってないのかなみたいな、うんうん、なるほどね、はい、でも俺それで言ったら多分感性が多分人それぞれだと思うな。ロイとかすごい歌詞も書くからさ、ボーカリストとしていろんな曲聴くときにさ歌詞に触れてきたりとか、リオとかもそうだと思うんだけど、俺実はあの昔からあんまり歌詞に心を動かされたことがなくて、なんか言ってましたね前ね。そう、俺なんか曲の良し悪しって俺の中ではもう普通にもうギターかっこいいかボーカルがかっこいいかメロディーがかっこいいかとかで、なんかそれで良し悪し自分の中で、だからなんかその歌詞が刺さるみたいなのが本当にあの10代の頃とか なかったんですよめっちゃ、はいはいはい、なんだけど今はもうこんだけゼロヘルツもやってもう5年やっていっぱい曲も作ってってなると、最近はそれこそゼロヘルツの歌詞にかなり背中を押されることが多いです、ね、ああなるほど。あでももうあれです、ゼロヘルツの曲の歌詞はダメです以外の、はい、アーティストさんでもない。わかりました。レオさんあれですよね、明日が見えないですよね。やっぱ明日見えない系ね昔あったね、よく明日が見えない感じの歌詞とか。大体明日見えないですから、ね、そうね、明日見えなかったり、あと人死んじゃったりね、いっぱい。ああ、はい、むずっこれ。あ、でもディリアン・グレイのバニタスって曲がある、はい、まあ、それめっちゃ好きかも。なんて歌詞ですかだけど、あの薄葉かげろうみたいな言った気がすると叶えられない夢にちょっと本当にいいバラードの曲が好きっていうのもあるんだけど、なかなかちょっと思い浮かばないんですけど、すいません僕はこんな人間です。歌詞を出しときますね、はい、その曲のバラードがすごい刺さったと。バラードの歌詞が刺さったと、ね、当時すごいいっぱい聴いてなんかジーンってなってた。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、はい、歌詞を書いているロイさんですけれども、はい、VK バンドのお気に入りの歌詞一選ということです。僕が聞いた話、あのお気に入りの歌詞5選5選あ、まあ、多すぎるね、18選10ねえわ。お気に入りの歌詞一選と、うん、お気に入りのリリック一選とみたいな感じ。あー、はい、みたいな上げ足たくさんありますよね。いろんな意味で刺さるじゃないですか歌詞って。そうですね。いいですか1個。はい、めっちゃカンペ見てますけどいや、やっぱ間違いなく失礼じゃないですか。確かにそこはちゃんと読まんね。はい、デッドエンドさんの、はい、ソースイートソーロンリーっていう曲があるんですけど、はい、そこの歌詞に、はい、刃の上で愛し合うのはっていう一節があるんですよ、はい、これさ初めて聞いた時、はい、なんやその表現の刃の上で愛し合うのは。そう、海洋サスペンス劇場的なノリですか。いや、だから要は、はい、愛っていうものは簡単じゃない、はいはい、それトゲトゲした刃の上で愛し合うっていう意味なのか、はい、人それぞれじゃないですか受け取り方。まあそうですね、僕はなんかそういう風に受け取ったんですけど、深いなっていう。なるほどなるほど。なんか愛と刃って全く、まあ確かに、ね、通常の価値観ではモーリーさんの歌詞にドギモ抜かれた、はい、ね、なるほど。結構デッドエンドさんの歌詞は好きですね。うーん、めちゃくちゃ刺さるというか、うわーみたいな、かっこいい。愛の刃が刺さっちゃったわけです。愛の刃刺さりました。あとですね、はい、読みます、はい、アシッドブラックチェリーさん、はい、アリアっていう曲があるんですけど、はい、そこのサビの部分ですね、はい、命を運ぶってことが運命なんだとしたら、僕の行く道はまっすぐに君へと今つながっている。これ深いなと思いましたね。ほうほう、命を運ぶって書いて運命と、なるほどなと思って。だからその自分が生きて死んでいくことに意味があって、君に、今いる君につながってる。命を運ぶと書いて運命、確かにね。そうそうそう、僕がヤスさんとヤスさんに出会えた、僕に出会えたのも運命 でそれを影響受けて僕がこうやってまた歌ってるのもつながっていくことみたいな、はいはいはい、それが運命なんじゃないか、確かっていうことを多分ヤスさんも、おー、なんか深い、歌ってると思うんですけど、はいはい、僕はそれがもう好きすぎて、うんうんうん、そうやって生きていこうと思って、いろんな事柄ね、嫌なことでもいいことでも原因があって起きて、僕に影響があって、でそれで僕がまたそれを流していく、
受け継いでいくっていうことだと思うんで、はい、そういうのって素敵だなって思いますね。ありがとうございます、はい、なんかすごいボーカリストらしいいいなんかセレクトで感銘を受けました。いろいろあるんですよ本当に、はい、なんかそういう感動系だけじゃなくて、はい、そういう書き方でこう歌うんだみたいな、はいはいはい、最近 の, あの10フィートさんの第0巻って曲、はい、多分めっちゃ有名なんですけど、はい、あれのギターリフの時に英語っぽいこと言ってるんですけど、はい、日本語と英語で混じってるんですよ。あ、はい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 、お菓子見なきゃ絶対分かんないみたいな、うんうんうん、なんかそういう語感、語呂の良さ、はい、マキシマムザホルモンの歌詞とか、ああそうですよね、結構日本語と英語となんかいろいろ混ぜながら、そう聞こえるような日本語みたいな、うんはい、あれ思いつくの点すごいなって思います。面白いですよね。面白いです。聞いて楽しむ歌詞と、はい、読んで楽しむ歌詞と様々あると思うので、はい、そういう意味ではたくさんビジュアル系の歌詞には動かされました。はい、なんかこれからもいっぱい人の背中を押せるような、ね、いい歌詞を書けるように頑張ります、はい、期待します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ビジュアル系バンドで、まあリオさんもね、うん、作詞すると思うんですけれども、はい、今まで聴いてきたビジュアル系バンドの響いたワンフレーズの歌詞みたいな、マジこれは歌詞を書く上でっていう気持ちなんだけど、はい、弾き倒したから、はい、メンバーさんとかより弾き倒したし聞き込みまくったし、はい、歌詞も全部調べたし、うんうん、みたいなバンドはやっぱバロックさんで、はい、メバーズも分からないんで、俺ガキ道とかキャラメルドラムスとか、はいはい、名曲みたいなのも好きで、ガキ道は衝撃だったかもしれない。特になんかここみたいなのだから、わここ集まれて意味が最初分かんないじゃん、はい、音だと分かる、気持ちいい音がちゃんとしっかりハマってるし、歌詞の意味も文字を見れば分かって、だけど歌詞を見なくてもなんか楽しめるみたいな曲って、うんうん、そういうもんなのかもなってか、なんつうんだろう、きっと意味もあるしさ、なんだけど軽く聞くのになんつうんだろう、考えなくていいというか、音のままなんか楽しめるみたいなの思ったのがガキ道で。なるほど。あと1曲だけいい？もちろん。これもうね、言わなくてもいいんだけど、もうヒデさんのロケットダイブはマジで俺あの人生変わった。歌詞もみんなねあれあれだと思うんだけど、その時、ね、そう、その時あのノート買ってきて歌詞書いてたのね、はい、おお、はいはいはい、はい、それが多分ねあれ始まりかも。歌詞とかを書きたいなとか思ったのがノートに全部写してて、それこそ宮城さんの歌詞とかもそうなんだけど、はい、あ、写してたんだ。自分の歌詞を書くんじゃなくて、そう、オリジナルの歌詞より先にあの小学校の時とかだから、好きな曲タイトルをなんか自分風にボコみたいに書いて、全然下手なんだけど、で歌詞を丸写しみたいにして、これどういう意味なんだろうとか調べてっていうのをやってたら歌詞が好きになってました。でそれをある日そのねデスノートみたいなノートをお姉ちゃんに発見されちゃって、はい、めっちゃ隠してたんだよ、はい、タンスの底みたいなとこに見つけられて、これやってんだっていう、なんかあのバカにもされないというか、はいはい、もはやね、びっくりしちゃってお姉ちゃんも、あーごめんみたいな。まあでもね、自分の歌詞じゃなくて人の歌詞だったからまだセーフじゃない。それがまず唯一のじゃない打点した俺はみたいなさ、危なかったけど、まだ小学生でよかった。逃げ出しても涙拭け笑えということでね、マジでそうだから、人生何度でもなんとかなる、笑いやなきゃ怒りや素直にということで、うん、ありがとうございました。ハッピーで埋め尽くしてレスティンピースマーベル、はい、はい、リック、はい、この間みんな撮ってたんですけど、はい、それで俺もうめちゃめちゃある。俺当時ね、うん、そのもうガゼット知って、うん、衝撃受けたのがまず14歳のナイフ、うん、うわー大好き、マジでバカガゼットってなんかさ、すげえ難しいような歌詞が多かったりしてさ、うん、どういう意味なんだろうみたいな調べたくなるんだよね。わかるわかる。調べるとさ、なんか結構何かの事件が元になってたり、うんうん、みたいのがあって14歳のナイフとか、それでその事件のことも知って、うんうんうん、なんかその事件のことを調べるようになったりとかがあって、はいはいはい、本当にあったそういうさ、なんか残忍な事件とかを歌にするみたいな、うん、そういう作品の仕方にするみたいな考えがやっぱ当時なかったから、そうだね、めちゃめちゃ衝撃的で、うん、やっぱでもそれがなんか意味あることっていうかさ、うん、人に考えさせたりとか、そうそうそう、別にその全てに多分、うん、あの作った人が言及をしてないからさ、うん、また違うけど、人にこう考えさせるっていうのがもう音楽の一つの、そうだね、意味だよね、と思う、マジで。それがめちゃめちゃガゼットは多いと思うからさ、うん、なんかグレンとかも、うん、社会のそういうところみたいな歌うのってなんかすごいなと思って衝撃を受けて、うん、ガゼットだとさ、もう一個
超衝撃受けたのがあってさ、はい、シャドウ62、あ大好き、これは何なんだろうみたいな思ってて、なんか自傷行為みたいな歌った歌みたいなのでさ、292929、この書き方でさ、これが自傷行為みたいな、あーエロンね、そのなんか聞いててさかっこいい、なんか242とか言っててさ、なんかかっこいいなと思って、なんか見てたらさ、いやわかる、目で見た時はなんかそういう意味あるんだみたいな、文面と音で遊べる人ってマジで天才だよね、めちゃめちゃこれすごいなと思ってさ、当時もやったことないんで やろうかと思った、うん、衝撃を受けすぎたね、影響を受けすぎた、感銘を受けて、うん、やろうかと思って、聞いたら聞いたでかっこいいのに、うん、見たら見たでなんか意味あるみたいな、うん、すげえおしゃれで伝え方だなと思って、うん、俺の中でこれめっちゃ衝撃で、うん、文字遊びじゃないけど、うん、日本語上手い人っていいよな、そうなんかさ聞いたことないさ日本語とかもなんかガゼットで知った言葉みたいなの結構多くてさ、うん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 、めちゃめちゃセンスいいというか面白いなと思って、うんうん、そうだね、日本語おもろいよな、それまであんま気にしたことないけど、なんかガゼット聞くようになってから歌詞の意味とか見て、うんうん、読んで文字で見るとこうだけどみたいなとかがなんかすごい気になるというか好きになりました、うん、しかも俺たちの世代だとさ、考察サイトとかあったじゃん、うん、個人ホームページとか、そういう火をつける内容だよね、うん、すごいよね、燃え上がる人がなんか逆再生にして見るとかさ、うん、それが俺の中でめちゃめちゃ衝撃でした、多分ね、もうこれ見てる人も絶対あるじゃんこんな、うん、だからね、そう、教えてください衝撃の歌詞でね、そう教えてください、お前と俺で俺になるからな、そう最近別れた、俺が育てて、俺と仲間たちで育ててる言いたい放題のバダサイ、かっこいいね、言いたい放題のバダサイなんだから、そう、じゃあそんな感じで、はい、今日の動画が面白かった、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた明日の動画で会いましょう、バイバイ。Keep